ご近所さんの気楽なステージ。近所さんの気楽なステージです。皆さんおはよう、あ、おはようでもないか、まあおはようでもいいのか、午前中オープニングで毎回ずっと迷ってるじゃないですか。おはようだとこんにちは、こんにちはだろうね、まあ、10年ぐらいやってるわけですか。、コーヒータイムの坂本です。岸井学です。岸井です。おい、皆さんおはようございます。おはようございますじゃないか、こんにちは。なでろや。どうこんばんは。それはないけど、ね、それ11時やから、11時半やから、うん、朝の。それで、こんな今日は、ね、3人でお送りして、今日はあの日は新しいコーナーを一つ、はいはいはい、まあ、みゆきコーナーといって、ね、この間の新しいコーナーで、はい、みゆきコーナーみたいなのを、まあ、楽しく聞いてくださいということですね。何ですか、そのみゆきコーナーって。いろんな、まあ、お店行って、まあ、飲食店とか、あるいはファミレスでもいいし、まあ、はいはい、紹介っていう感じですかね、お店の、ね、お店の紹介なんですか。そうですね。あ、そういうこと。そういうコーナーを作って、あちこちみゆきコーナーっていうのは、お店紹介コーナーってことですか。そうですね、はいはいはい、そこで行って、あの、いろいろこういう美味しいものがあるよとかね。ああ、この言ったら朝霞の中でね、あの、うん、朝霞のこう美味しいお店とかを紹介するんですか。そうですね、うん、まあこういうお店の特徴ですよとかね、はいはい、それは視覚障害の目線でちょっと、そういうことですね、はいはい、うん、バリアフリーがなってない、はいはい、なってないとかね、うん、視覚障害とバカの目線で、うん、バカの2人で目線で目線でね、うん、確かに、まあそういうことのコーナーをやります、ね、うん、メニューの漢字が読めないとか、そういうことか、そう、よだれがずっと出るとか、出る、それ本人の問題。本人が吹けばっていうことで、はいはい、やるんですけど、はい、今日はね、また一つね、まだ問題があるビルをこれから建てるんですね。何の話？ね、やっぱりバリアフリーの話なんですよ、うん、ね、問題があるビルを建てる、うん、そうそう、うん、つまり芸術役選手なんか、朝霞駅の東口に、はい、今度ね、9階だと思ったな、はいはい、建てのビルができるんですけど、はいはい、まあ、まだ工事も何もしてないんですけど、はいはい、3階から上がマンションスタイルなんですよ、はいはい、それで3階から上はエレベーターがつくわけですよ、はいはい、ね、はいはい、それで、まあ、1階はいいとしても、うん、2階はじゃあどうするんですかと、はいはい、どうするんですかと、それでその辺に、はい、あの一応質問状を出したわけですよ、はいはい、建て主に、うん、はいはい、そしたらその答えが非常に僕自身は頭に来てる答えだったんですけど、はいはい、外の非常階段を使ってくれってわけね。ああ。それでみんなで持ち上げて車椅子を、はい、あ、その車椅子の人は非常階段を使ってくれって言うんですか。あ、そういうこと、うん、だからみんな使うんだと思う。あ、だからその2階まで行かないとエレベーターはないってことですか。いやいや、1階にあるんですけど、1階から9階まではエレベーターがあるんですよ、
ただ2階に泊まらない。泊まらない。泊まらない。うん、2階、え、それ何ですか？ 2 階には何があるんですか？住居。いやいや、まだ、あの、テナントなんで、どういうお店が入るかはわからないんですけど、ね。どういうお店が入る、もしかしたら事務所かもしれないし、うん、何が入るかはわからないんだけれど、うんうんうん、とにかく2階に行くのに外の非常階段を使ってくれっていう言い方なんですね、はいはい、ちょいちょいありますねそういうとこね。昔のビルだったらあると思うんですけど、うん、今は法的に例えば町づくり条例だとかバリアフリー法案だとか、うんうん、あ、差別解消法とか、うんうん、いろんな法律ができてるのに、うんはいはい、これから作るビルで、うん、外階段を非常階段を使ってくれ、じゃあ雨降った時濡れてどうするんですかと、はいはい、ね。でもこれから作るビルなんで、はいはい、もうできちゃってるんじゃしょうがないけど、これから作るのにそれはないんではないかと思うのね、うん、はい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 、ひどいなと思って、はいはい、2階にはそもそもエレベーターが設置されてないですか、それとも今止まらないだけ。止まらない。それはセキュリティの問題だっつってんですよ。じゃあ例えば2階がなんかテナントが入って飲食店が入ったりすると2階に止まるようになると。いやいや、だから止めないんですよ、うん、2階には、うん、それは、うん、あれ今の、 あのセキュリティのあれで、だから多分それだと飲食店は全然想定してなくって、うん、多分そういうオフィスとかあと住居とかをごちゃ混ぜに入れていくって感じなんですかね、うん、いやだから何が入るかは分からないってことは、うん、飲食店が入る可能性もあるわけじゃん。まあ可能性はありますよ ね、うんねうん、そうしたらそこにはあの車椅子の人は行けないと、うん、いうことになっちゃうわけですよ、うん、誰もね、うん、な特に電動みたいに重たいやつだったらあれ150キロぐらいはありますからね、うん、それを雨降った日みんなで6人ぐらい必要なんですよ、あの電動車椅子って持ち上げるのに、うん、ね、重たいから。そんなのね、みんなびしょびしょになってね、手なんか貸してくれないですよ、うん、自分たちだって濡れちゃうしね、うん、そうですね、傘させるわけじゃないし、うん、ね、まあそこがちょっと問題だっていう。そうそうそう。ので、坂本さんが意見してるんですか。そうそうそう。文句を言ってるというか。文句、あ、文句っていうかね、おかしいではないですかってことで、はい、ね、言ってるんですけど、はいはいはい、ね、だから、だから結局その回答をよこした人というのは、はい、多分プロだと思うんですよ、設計士。する人とか、はい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 、そういう人が書いて回答をよこしたと思うんだけど、うんはい、だから法的なものも全部知ってるはずなんですよ、はいはい、設計士な、はい、ね、そういう人が外の非常階段を使ってくれなんて、うん、ひどいよなと思って、ね、そうですね、じゃあちょっと一回お前やってみろみたいな話ですね、うん、そうね、ね、確かに、うん、だからそのセキュリティ、まあ、オートロックにするから2階には止められないっていう言い方なのね、うんうん、それともう一個別に2階までのエレベーターを別に作ることはできないっていう言い方なの、うん、ね、まあ、変な話ですね。だから非常に今時変な話でしょ、これから作るビルに対してさ、うん、そういう設計をするというのおかしいよね。おかしいですね、うん、ね。ただまたこれ結構微妙な問題なんじゃないですか、そのここがあの違法だみたいなの言いづらいポイントですよね。その外階段でも一応行けるは行けるわけじゃないですか、うんうん、大変だとかいうことなんで、ただあの要はバリアフリーになってないってことですよ、うんうん、ね、だからそのバリアフリーになってない場合ってどうなるんですか。その例えば完全にもう違法建築みたいな感じで作れないってなるのか、うん、いや結局ね、はい、民間っていうのは努力義務なんですよ、うん、全部、
差別解消法だでもそうだし ね、うん、ね、ただ行政はもう義務になっちゃってるから行政は絶対それはできないんですよ、うん、ね、だ結局今回 の、 そのマンションだかそのビルに関しては、うん、いやこれでいいんだって向こうが言えばもうそれで作られちゃうっていう、だからことですかね。あの行政もね結構ねいろいろ変なところがあって、例えば僕なんかの視覚障害者のガイドヘルパーはあの禁止事項として飲食ダメになってるんですよ。はあ、ね、飲食、飲食が、うん、はいはい、飲食はダメなんですよ。どういうことですか、飲食が。だからファミリーレストランに食べに行ったり、はいはい、まあ夜飲みに行ったりするときにはガイドヘルパーさんは使えませんよってことね。うん、だからこれもねちょっといろいろ問題があるんですけど、例えばその他にギャンブルはいけないってなってるんですよ、うん、だからパチンコ屋に行ったりすることもできないし、競馬なんかにも行けないし、はいはい、競輪なんかも行けないしということなわけね。あ、そうなんですか。なんでなんだ。あ、だから昔のまあ2人ともわからないだろうけど、あの三戸目知事がギャンブル廃止論ってのをやってたでしょ。それは結局ギャンブルをすることによって極端に言えば財産まで失っちゃう人がいると。ああ、はい、だからそういうのはダメですよと。ああ、そういうことで、そんなのに税金使ってられないっていう、そういうことです、うん、だからとにかくギャンブルはダメなわけですね。ああ、でもあの競馬なんていうのはあれ国がやってるわけじゃないですか、はい、ね、はい、なんで国が やってることに対していけないのと思うわけね。そう、天皇賞には天皇陛下来られるわけですね。ね、はい、でしょ。だからそういうのなんでいけないのと思うわけね、うん、でもねパチンコとかにしたって全部まあ一応国が管理してる、うん、一応公営とかね、うん、だから好きな人は目が悪くたってパチンコに行くわけですよ、はい、ね、それさえも極端に言えばいけない、うん、それこそ今障害者がもうタバコ吸ってたらもうヘルプつけないみたいなのになっていくんじゃないですか。そんな、うん、ね、そうね、体に悪いことしてるんだったら、うん、だから障害者とそのガイド2人でタバコなんかヘラヘラ吸ってたら怒られるようにな、うん、なりそう、なりそうですよね、うん、でもあれだって国が販売してるんですからね、タバコね。まあ今1000倍あれかタバコ税をね、うん、多めに払ってるんですから ね、 ね、取られてるわけでしょ、はい、うん、だから今度あれですよ、あの10月からハガキも84円になる。ああ、ね、2円上がるんですね。2円上がって、はい、ハガキがいくら63円、1円上がると、ね、うん、つまり 10% 分か、はい、それが値上げになるわけです、うん、はいはい、でも正式にやると何点5円になるんだけど全部しあの繰り上げになるで、うん、ああ繰り下げじゃなくて、はい、そういうことですね、はい、四捨五入の繰り上げ、まあまあそうですよね、タバコもそうですよね、あの繰り上げになるんですよね、 0. 何円っていうのが、うん、毎回多めに取られてるって、うん、切符とかもね、切符とかも、でも、うん、あれもねおかしいと思ってるんですけど、うん、まあ僕なんかタバコ吸うからかもしれないけど、うん、タバコ税って取ってる上になんでそこに消費税までつけるのというさ、はいはいはい、税金を2つつくわけでしょ、うん、はいはい、でもあんまりそれマスコミで言ってる人たまたま聞いてないのかもしれないけどあまりいないですよね、はいはい、あまり聞いたことないよね、うん、まあ、そうですね、いないです。だから税金の増税自体には反対とか言うのは、うん、言うけどね、そう、うん、それは言うけど、あのあんな二重に税金をかけるなんていうのも、うん、まあ、どうあれね、今なんかこう
いろんな意見を言ってくれないっていうのはありますね。テレビがね。そうやね、うん、まあ、それこそタバコに関しては、うん、擁護するような人ってすごい少ないしね、うん、少ないし、だからさっきもちょっと話したんだけど、禁煙権って言葉はあるけど喫煙権って言葉はないじゃないですか、はい、うん、さっき言ってましたね、うん、あんまり言う人言ったら大変でしょ、あちこちから批判来て、はい、まあ、そうですね、タバコ吸ってるやつが、ま、負けないで、うん、権利を主張すればいいと思うんですけどね、うん、ね、そうなんですよ、誰かね、タバコ、いや、そのタバコは素晴らしいっていう人の意見も尊重してほしい。そうだね、なかなか出ないよね、うん、まあちょっと昨日も寝る前に考えてたんですけど、まあそのね、ちょっと前に、まあ、放送だとだいぶ前になるのか、うん、ピエールさんがね、うん、コカインとタイムで捕まったとか、うん、けど、その誰もコカインの素晴らしさをテレビで言ってくれる人はいないなっていう、うん、言ってくれるっていうのはおかしいけど言う人がいてもいいのになとかまあそうやね、うん、もうかっちり決まったさ、その、うん、いいえ作品は関係ないとか、うん、誰かが言ってる2パターンぐらいのことをみんなが言うっていう感じで、ね、うん、まあね、うん、ってるから、まあ、コカインはね、まあ、言っても違法やからね、うん、言いづらいけどね、なかなかさ、もうなんかいろんな意見が本当はあるよね、うん、法とは何かみたいなことを言い出す人がいてもいいですね、うんうん、いや、だからなかなか、うん、世の中面白いな、面白いわけですよ、うん、世の中面白いっていうことですね、はい、はい、もう少々時間でしょう、はい、はい、ね、まあ、坂本さんの飲みコーナーありますからね、うん、飲みコーナーなのか何、お店紹介のコーナーですか、お店紹介、みゆきコーナーで、みゆきコーナーなんで何でもできる、誰なんですかっていう話になりますからね、みゆきコーナーって言い出すと、はい、2週出てくれましたけど、はい、うん、未だ分からない、未だに分からない、みゆきという人がいるんですね、みゆきというミステリアスな、ミステリアスな、いや、ただの飲み友達ですよ、別に特別の人じゃなくて、うん、ただの飲み友達、まあ、うん、飲み屋に行って、うん、会ったら一緒に飲むかなというぐらいの、うん、ね、前回最初の収録で、ね、うん、収録中に職業を聞いて、まあ、その答えてくれて、うん、で、まあ、その喋ったら、あ、仕事は NG だみたいな感じで、うん、なんでさらにもうミステリーですよ、そう、うん、だから収録終わった後に、うん、みゆきさんの仕事に関する部分は完全にカットしてくださいって言われて、うん、ごっそりカットしたからめちゃくちゃ編集大変やった。ね、その時言ってくれ、いや本当ね、うん、ぜひその週の回の放送、皆さん YouTube で聞き返してほしいけど、うん、だいたいエンディングに至るまでにだんだんエンディングの曲が流れてって、うん、エンディングの曲が流れて、うん、もうすぐ終わりだなみたいな感じになって、うん、あ、じゃあまた来週ありがとうございましたって言ったら、エンディングの曲がだんだんボリューム上がってって、うん、大きい音量になって終わるやんか、うん、そのみゆきさんが出た居酒屋の回だけ、うん、じゃあまた来週って言ってからエンディングが始まる、うん、曲が、なるほど、その尺分、尺分ギリギリ、うん、ギリギリタッチでエンディングにタッチできたって、うん、ギリギリ、そのタッチできんかったら2分ぐらい無音が続くこと言われてたけど、うん、無音は続かずギリギリエンディングのイントロが始まるっていう、なるほどね、そう、そんぐらいギリギリあったよ、でもね、その時ほんまに「そうですね」とか言ってたのね、うん、まあいいでしょう、じゃあこれからそう、ミユキコーナー、ミユキコーナーですね、はい、はい、皆さん楽しみに聞いてください。今日のお店はどこでしょう。どこでしょう。か楽しみにどうぞ。どうぞ。でん。わからなすぎて。こんな風で。坂本とみゆきのご近所さんの訪問コーナー。イエーイ。イエーイ。ということで、こんにちは。はかなさんに来てまーす。はい、そうですね、まあ朝霞で結構珍しい、そうですね、ですね、珍しいお店ですよね、うん、こういうタイプのお店はね、そうですね、うん、流れてる音楽もまあ結構なんて言ったらいいんですか、まあ、ジャズも流れる時もありますし、うん、そうですね、うん、昔の本当に古いね、
なんていうんですかね、サイモンとガーファンクルとか、ね、うん、そうですね、そういうのも流れるし、という時もあるし、あの多分私が思うにはマスターの趣味で流してるんだなって思いますけどね。ああ、でもすごくいい音楽なんですよね、落ち着くよ、優先じゃないですからね。そうだからマスターは本当にね、あの音楽の趣味もいいと思う私は、うんうん、だからじゃあ、うん、なんか悪いとこありません、マスターの、いやお店全体でもいいです、マスターの悪いとこでもいいです、うん、お店全体の悪いとこっていつも言われちゃうと、あの嘘でしょと思うかもしれないけど、なんかあるないんだ、ね、ないんですよね、か私から見たら、ね、ここですって言うかと、むしろお客さんの方がちょっとあれなんじゃない、うん、っていうぐらい、どっちがマスターなのっていうぐらいな、なんかすごい仲良しの雰囲気のお店なので、まあ、そうですね、あごめんごめん中あこんなハプニングもねあるんですね、だから、うん、あの結構お客さんは、うん、そう若い人から中年の人ぐらいが多いですね、そうですね、幅広い年代で、うん、そうですね、賑わってます、はい、まあ男の女の人も多いですもんね、女性多いですよね、結構ね、女性と男性の比率って言ったら大体半分か、下手すりゃ女性のが多い日もあるし、ね、まあ、ちょっとだっけ、うん、そう日によってかな、でも大体私が来る時でも大体決まってるんですけど、はい、私、まあね、そう料理が美味しいからね、そう女性がそう、ね、そう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 ですね、本当に、うん、何とも言えないあの絶妙な味なんですよね、うん、癖になっちゃう、本当に私は大好きですここの料理が、まあ、悪いとこじゃないですけどね、うん、できれば日曜日も開けてもらいたいなっていう、そう希望を言うならもう月から日までやってくださいって、そのぐらい、まあ、マスター休む時がないと怒りますよ、働きすぎで疲れちゃうと言われちゃう、まあ、日曜日はねちょっと定休日なんですけど、で月から土まではね、あの空いてるんで、ね、ぜひ皆さんお時間ある時来てみてください、はい、そうですね、うん、最初の紹介にはちょうど適したお店ですからね、そうですね、家族連れでも来られますしね、あ家族連れ多いですよ ね、うんうん、私もよく見かけます、で小さいお子さんなんかも食べるものいっぱいありますしね、うん、だからいいんじゃないですか家族連れもね、そう家族連れとかお子様にはあのオムライスがすごく人気ってマスター言ってました、ね、ああ、うん、僕も食べたことあるけど美味しいですよね、はい、すごく美味しいですよね、あの卵もふわふわで、まあ、やっぱり自分じゃできないですねああいう卵は、うん、まああれですよ、うん、結構なんか大人でも2人前ぐらい、うん、2人前ねね、うん、入ってますから結構量的に多いですね、結構大盛りというかボリューミーなの、うん、しかもここのお店はあの低価格で提供してくれているのでそれもすごくありがたいですよね、大満足です、私はいつも、それは良かった、お腹いっぱいに結構安く、うん、食べれて飲んでなので、じゃあだからいいことばっかりなんで、なんか悪い、そうなんですよ、悪いとこありません、欠点がねちょっと今んとこ見つかんないんですよね、あそうなんかないですかね、まあでも強いて言うなら酔っ払いすぎた坂本さんがちょっとね潰れちゃった時とかはちょっとねマスター迷惑なんじゃないかなと思うけどね全然それお店のあれになってないじゃないですか、坂本さん批判になっちゃった、そうそう昨日は何時まで、昨日は3時でした、3時でしたね元気ですね坂本さんね、3時までいました、はい、でもここは基本的には12時ですか、最終はね、じゃあ最終は一応12時です皆さん、そうですね、だけど坂本さんとかは
もうね、もう飲み始めると止まんないから、もう帰れって言われるんですよ、ね、うん、もう帰れって言われるまでいるみたいな、そんな感じでね、楽しく毎日やってるそうです。でもあと大体私が来た時は私も含め他の常連さんたちは大体カウンターに座ってる状態なので、もう行けば誰かしらいるみたいなね、そういう安心感も私あって、うん、すごく好きで、なんかここに来るとホッとするみたいな、そういうのありますね、まあ、私は、うん、だから、うん、うん、常連さんが多いってことは、うん、新規の人は入りにくいようなイメージを持つ人いると思うんですけど、うん、そうだよね、ここはでも別に決して初めてでも、ね、でもそう入りにくさはそんなにないと思う、ないですね、うん、ないですね、ないです、だから、うん、ラジオを聞いてる皆さんで、はい、初めてって方も大歓迎ですから、そうですね、うん、大歓迎です、ぜひ皆さん足を運んでみてください。そうですね、はい、まあこの朝霞の人だったらね、ゆっくり気分的にもね、そうですね、ゆっくりできるし、ええ、別に最終電車でも大丈夫な人はね、大丈夫、うん、それでもいいと思うし、うん、でも駅からまっすぐなので、でも分かりやすい場所にあると思うので、そうですね、行きもすごく簡単でね、いいと思います。来やすいお店だと思います、私は。距離的にも位置的にも、ね、場所的にね、うん、分かりいいですからね。そうですね、という感じでいつもはかなさんは盛り上がってます。はい、一人でも来られるお店ですか？もう全然もう一人でも来られるし、まあ、私なんか本当に来るとき決まって一人なんでね、うん、私が一人で来ていつもカウンターに常連さんが誰かはいるみたいな、そういう感じ の, お店なので、本当に気軽にね来れるようなね、アットホームなお店なのでね、すごく皆さんもねぜひ来てみてください。はい、そういうことで、はい、また来週はどっか、そうですね、また探して、うん、来週はちょっとね違うとこ行きましょうか、ね、坂本さん、うん、行きましょう、はい、おしまいにしたいと思います。はい、ありがとうございます。また来週お願いします。はい、ということで、はい、いかがでしたか。でしたよね、うん、我々ね、まだ、うん、まあ、いろんなお店に、うん、すごいお店ですよね行こうとは思ってますけどね。あ、ごめんごめん、すごい、はい、ね、うん、盛り上がったと聞いてます確認はしておりません、しておりませんが、盛り上がったと今聞いてます、うんうん、聞き伝えによると、言い伝えによると、うん、大変面白い面白いコーナーだったっていうことですね。はい、じゃあ皆さん来週も楽しみにと、ね、いうことで巻きすぎでしょ、はい、ということで、はい、今週は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。